はい、です。今回ですね、電源開発がフランスエンジーと協業、日本での洋上風力企業事業も検討というニュースですね。電源開発がフランスのエネルギー大手エンジー社と協業、日本における洋上風力発電事業も検討していくということですね。電源開発 JPower は2018年9月6日、フランスの総合エネルギー企業エンジー社。 との間で電力関連事業における幅広い分野での協業に向けて覚書を締結したと発表した。JPOWER は2018年4月27日に発表した中期経営計画の取り組み状況と今後の取り組みで2025年度目標として再生可能エネルギーの新規開発100万 kW を掲げていると。すごいですね。100万 kW ですからね。現在、まあ、他,他4社と共同で 北九州市、えー、響灘地区において洋上風力発電事業の事業化検討を進めるなど再生可能エネルギーの拡大に積極的に取り組んでいると。エンジー社はフランスに本拠を置く世界的な総合エネルギー企業であり世界に約1億1270万キロワットの発電設備を所有しているすごいですね。当社は洋上風力発電分野においても20年以上の経験を有し現在200万 250万キロワットの洋上風力発電事業を開発中であり近年は不体式洋上風力発電に積極的に取り組んでいるという不体式洋上風力発電は洋上風力発電の一種で洋上に浮かんだ構造物を風車の基礎としているとまあこれねあの最近何回かあのニュースでもねお話しましたけども日本の場合は遠浅ではなくて意外と深い領域の 海が大きいの多いので、まあ、そういうところで、ね、風力がしっかりと取れるんですけども、そこで風車を、ね、浮かせた状態の、えー、容量風力発電、浮体式というんですけど、ね、要すどに浮いた状態の風力発電の設備というのを研究して、まあ、福島沖ですとかね、長崎県の方で、いくつかです、ね、もう実際に動かしております。 で風車の大きさが、ね、かなり大きいので、確か斜めガワットのものなんかも、ね、あったりしまして、相当、まあ、風が、ね、しっかりと吹いてくれるところですと、電力の発生っていうのもです、ねえー、期待できるというものなんですよねで。洋上は風が強く、しかも風の変動が少ないため風力発電に適しているが、水深50メートルを超えるような深海域では、採算面から不体式洋上風力発電が有利になると考えられている。 JPower では今後日本の再生可能エネルギーの普及拡大のためには洋上風力発電は有望な事業分野の一つと想定一方エンジン社は欧州での経験をもとに日本を含むアジアでの事業拡大を目指しており今回両社は覚書を締結し将来の日本の一般海域での抑対式洋上風力発電の事業化に向けた共同研究を進めていく予定だということなんですね なお JPAR は同日英国の現地子会社である JP リニューアブルヨーロッパ JPRECL に対して4億4700万ポンドの増資を行うことも発表この資金でドイツインノジー SE の100%子会社が所有する洋上風力事業持ち株会社の株式の一部を所得し洋上風力化関連の取り組みを強化するということですね やっぱりフランスの会社というのはこれ結構ポイントなんですけどフランスの会社というかねフランスの国の電源構成というのは以前にもお話ししましたけど原子力がですね67割7割ぐらいのかなかなり大きいんですよで日本だとね、まあ、再稼働が全部進んだとしたって2割ぐらいにしか到達しないんですけどもそれだけ昔からですね原子力をやってる国なのに対して まあだから1億二千二百万、1270万キロワットっていう量は、ほとんどがですね、まあ火力もあるとは思うんですけども、原子力によってできているものなんですけどもね。でもそこで、まあ今全部とは言わないですけど、政策転換をしてですね、こういった再生可能エネルギーにどん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 シフトしているというところなんですよね。で、日本の,あの文字のような、いわゆる再処理、 工場というのをですね、いち早くもう廃炉にしまして、も廃炉作業がかなり進んできているところなんですよねで。日本もその再処理工場というのをやめてしまったので、核燃料サイクルという夢の部分がですね、壊れてしまったというところなので、まあ今動かしているね、あの再稼働の部分もそうですけども、まあ結局はですね、あのウランがなくなったらもう原子力も終わりということではありますし、 やっぱり危険ですよね。特に日本で原子力を稼働させるというのはここのところの台風とか地震ですとかね地滑りだとか津波ですよねそれによって福島の二の舞になる可能性というのは非常に高いわけであってやっぱり本来であれば再行動させない方がいいと私は思うんですけどもねでそういった部分を見てあるいは まあ新規に建設するなんて言ったらね、とてつもない安全対策がかかるようになってきますので、それは海外で地震対策がそれほどいらない国においても、それだけの安全基準を高くしてるっていうわけなので、日本の場合は本当はね、もっと安全基準を厳しくして、絶対に壊れないっていうぐらいに強固なものを作る必要があるんですけども、それでもね、なんかあの大間の方に新規で作ろうなんていうことも出てはいるんですけどもね。でも、 やっぱりその一度始まってしまった事業をなかなかやめることができないっていうのが私は一番問題としているというか、うん、方向性のね転換がなかなかできないっていうのが一番の問題かなって私は思うんですよね。やっぱり原子力村っていう形で、えー、携わってる人たちがね非常に多いからなかなか難しいのかなというところあるんですけどもでもやっぱりねこういったフランスのようなほぼ電子原子力でね 電力を賄っている国がこういった形でね日本とわざわざ協業して洋上風力発電もやっていこうというニュースが結構出てきているのでやっぱりその流れに乗った方が私は全然いいと思いますし今ねあの福島なんかで苦しんでいる人たちから見ても、まあ、今後ね原子力をやるなんていうのはやっぱりナンセンスだよねって絶対に思ってるはずなんですよね。融、う、資、んまあ、した手前なかなか言いづらいっていうところもあると思うんですけどもね。 だけれども、一瞬にしてですね、住めなくなる場所も増えて、仕事どころかです、ね、もう放射尿によって、やっぱりずっと健康が、被害がね、犯される可能性も高いわけだで、特に小さいお子さんとかね、女性の方にとっては、妊娠前の女性なんか特にそうですけども、ね、非常に危険な地域になってしまいましたし、それが今後、ね、何年続くか分かんない、何十年、何百年、下手したら何千年も続くかもしれないという状況ですから、 まだまだですね、その原発の,そのブデリとかですね、いろいろ溶けた、落ちたものっていうのは、取ることさえ、見ることさえできないぐらいの、非常に、ね、危険な状況なんですよね。そういったところは、他の会社ですよね、他の国の人たちはやっぱり冷静に見てまして、ねあの、そういうところをどうしようというふうに検討してるわけですからね。 はい、まあちょっと関係ない話になってきましたけれども、やっぱりそのフランスの国とか、そういった政策っていうのががらっと変わってきているで、その中でこういった日本の洋上風力にもあの手を出してきているというところなんですよね。やっぱりいろんなところにこう投資をかけて、まあ、失敗もあるかもしれませんけれどもね、あの原発からですね他のエネルギーにどんどんシフトしていこうというところの姿勢がですね、すごいこれでよ見て取れますよね。はい。 まあこういった形で,です、ね、あの世界的にはです、ね、非常に流れが変わってきているよというところがなかなか日本にいるとあるいは日本のニュースだけを見ていると伝わらないんですけどもちょっとしたことで,です、ね、こういった世界の流れというのがよくわかるようになってきていますまだ、ね、中国とか東東南アジアです、ね、の方では新しく原発を作ろうみたいなところはあるんですけれどもまあねそれはスタートしちゃったからしょうがないというところもあるのかもしれないですけどねでも あの新しく再生可能エネルギーの,のコスト的にも安全面でもあるいは蓄電設備というのを、ね、今後作っていけば主力電源としてもです、ね、十分使えるというところがだん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 分かってきたので特にです、ね、アメリカなんかでもです、ね、この間、カリフォルニア州は、ね、2050 4 0 0年かな2年かなちょっと申し訳ない忘れちゃったんですけどそこまでにもう再生可能エネルギー100%の町を目指すと。 いう,ふうに言ってるわけですね。もうアメリカ一車が多いところですよ。で、そこで走ってる車、ほとんどガソリンだの、ねあのまあ、電気自動車とか燃料電車も結構増えてきてはいるらしいんですが、もちろんね、あのハイブリッド車っていうのもね、いっぱい走ってるんですけども、そこの国、州ですね、まあ、アメリカの一つの州ではありますけども、それぐらいせあの再生可能エネルギーね、 CO2 をシフトしていくとと減らす,となくす脱炭素ですよね、そこまで持っていこうというところで、やっぱり全然この流れというのが見えてきてないところが大きいですよね。まあ、でも日本もですねあの地方に行ったりすると、再生可能エネルギーによるまあフィットを使っているでしょうけれども、太陽光発電というのがですねそこかしこにいっぱいできてきてはいると思うんですけども、それがうまく生かされているかどうかというとね、ねなかなか疑問符が大きいところですよね。 宅送料金だとか送電網はしっかりあるんだけども、それ地元の、ね、エネルギーとして生かされてるのか、余ってる電気っていうのを買い取りを、ね、拒否するなんていうのがね、あの九州なんかでは出、ね、始めてますから、それをどうやって生かすのか、自家消費として生かすのかで、パワーコンディショナーっていうのが、ね、そういうのにしっかりついてきてるのかとか、蓄電の技術がどうなってるのかっていうところはね、これからもまだまだ。 まだまだですけどもね、あの大事な技術になってくるんじゃないかなと思いますして、そういった技術がどん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 今進んできていますし、前回もね、太陽光発電のこうメンテナンスでね、こうロボットが使われるなんていう形で、やっぱそういったところでもメンテナンス面でもですね、まあ、原子力なんかに比べるとすごくやりやすいんじゃないかなというところもあるわけで、今後はですね、やっぱり再生可能エネルギー、再生可能エネルギーのいいところっていうのは基本的に原料がね、ゼロ、ただということですよね、風とか太陽光ですから、 これはお金取れないですよね、うん。売ってるわけじゃないんで、享受してるだけなんですけどそれをうまく使ってやってるわけなので、まあ、設備とかね、そういう運転の仕方とか、あるいは電気の保存の仕方とかですね、そのコントロールの仕方はいろいろとまた今後考えていかなきゃいけない部分、開発が進まなきゃいけない部分ではあるんですけども、やっぱりね、あの他のエネルギーに比べて、ね、魅力的なところがいっぱいあるわけですよね。だから世界的にはそういった流れが。 出てきてきいるんだなというとうころですよね。まあ、石油業界とかねそういう原子力業界っていうのが環境、まあ、にです、ね、こう反対してる部分もあるんですけどもでももう、ね、一般的な市民の人たちも含めてですけども世界的な人たちはあのきつ気づいてしまったのでそういう流れっていうのがねこれからどん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 やっぱり起きてくると思われます。 はい、えーとですね、ちょっと余計な話もいろいろしてしまったんですが、結構大事な話をさせていただいたと思います。やっぱりそういう流れっていうのにもね、日本も乗っていかないと、どんどん取り残されちゃうと思いますので、ここの部分はね、すごく大事かなと思います。そういう話をね、周りの人といろいろしてもいいと思うんですよね。話をするだけでもですね。自分がどうできるとかとか、そうじゃなくて、どういった意見を持つのかっていうことがすごく大事だと思います。 はい、最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。